さんこんにちは、チョビさんです。今日はマイアミにあるエレベーションジムにやってまいりました。ボディビルダーの方とか結構ガチなトレーニングされてる方がいるということで、海外のジムはさ、こういうなんか大きい倉庫のところが多くて、しかも車移動の方が多いから、もう全体的になんか倉庫型の大きいものが多いということで、なんかワクワクしちゃうね。今日はね、ロラリーの T シャツも着てきて、憧れ選手のアパレルも着ちゃってるので、気合入れて頑張ってきます。24時間空いてて、金曜日は11時まで、週末朝の8時から9時までということでございます。iPad になんか情報を入力して申し込みをするみたいです。だいたい海外どのジム行ってもネットでその場で iPad とかで申し込んで、それがパソコンに反映されて、なおさんです、はよパソコンに反映されてで入れるみたいなことが多いです。謎のゲームエリア、チルスポみたいな、広い。ボクシングしてる人もいるし、なんかフロリダはどのお店に行ってもラテン系の音楽がかかっておりまして、さすがこのジムも結構ラテン系の音楽ガンガンにかかってる。なんかタクシー乗ってもガンガンにかかってる。え、緊張すべ。はじめまして、マオです。東京でパーソナルトレーナーを17年ぐらいピラティスの時代からやってて、今はマイアミに、トレーニングの勉強をしに、今年の3月から来てます。はい、専門分野はお尻なんですけど、肩トレもいろいろネタがあるので、今日はチャピちゃんと一緒に肩トレしたいと思います。頑張ります。頑張ります。1種目目はケーブルのリアで、アルドのネタ。2種目目はジョー・ベネットっていう筋肥大トレーナーって呼ばれてる、結構アメリカでも超超有名な人がやってたネタをすごいやろうと思います。いや、楽しみです。楽しみです。そのアルドって言われる方は、私が大好きなこのロラリーの彼氏さん。そう、彼氏です。たくさん知識を持った真央さんにビシバシやられたいと思います。頭を大きくしたいと思います。やってきます。真央さんはね、世界最高峰のオリンピアの大会も一緒に見たんやけど、本当に知識がすごくて、日本だけだったら成長できる限度があるからっていうので、フロリダに筋トレ留学しに来たんですけど、すごい行動力もあって、憧れの選手がいるジムでトレーニングされてたり、世界最高峰の選手育ててるコーチの方の元で学んでるので、いろんな方の知識を取り入れてめちゃくちゃ勉強になります。セオリー、インコ、頭横に肘張って肩甲骨外転させて、ストリア張る。そこから筋トレばっかしてる人は速
キンばっかが育っていくし、ネチネチ系ばっかりの人はチキンの繊維ばっかりが赤身の部分だけが育っていく。いろんなバリエーションを組み合わせるとちゃんと筋肉が内側から層になって全部が育ってくる。1個のバリエーションしかやらないとその部位しか育たないから、だからギューってやるとか重いの早くやるとか軽いのネチネチやるとかストレッチを耐えるとか、それぞれの筋肉に対してその筋肉の特性をしっかり知っていろんなアプローチしていくことが、ずっとゆっくりネチネチやってたらさ、どんどん疲れちゃう。疲れちゃってもう動けないんだったら反動を使って早くやっていけばいい。さっきリアをやったので今からサイドをやります。私がねポージングした時にね、この肩のこの丸みが出ないのが課題というのを真央さんにお伝えしたところ、ちょっと特殊なダンベルでできるサイドレイズを教えてもらいます。ダンベルの端っこここ持って小指で、うん、小指から上げてこう回してこっち、次はこっちから上げてこっち、みたいな役になるんだけど、普通ドロップセットって言ったら10キロ、5キロ、3キロみたいにダンベルの重さを落としていくじゃん。この場合は同じ重さで座って反動なし、立って反動なし、振ってやる、3種類、3段階で追い込むってこと。この持ってる手がやばい、負荷のかけ方によって変えるというやり方らしいです。頑張ります。気がした。やばいんだけど。見てください。でも普通に座ってるだけで釣りそう。まだ1セットだから。25キロ。手首の下に肘が来るようにして、こうやって握ってもいいし、こうやって握ってもどっちでもいいけど、こうやって握らないからここ痛くなる、ここ痛くなる。なるべく手首立てて、胸張って頭をして。時に僧帽も一緒に上げてやらない。これ僧帽。下ろし始めと動き出しが一番負荷。
困る。ネチネチ聞かせる系が多かったと思うんですけど、うん、そういうトレーニングされてる方は結構この海外には多いです。いや、人それぞれですね。うん、今日はまあゴートレだったっていうのと時間の関係で、うん、っていうのもあって2セットで十分なぐらいの、うん、大十分、うん、いろいろなドロップセットを入れたから、うん、そうそう、今のここもやばいぐらいのトレーニング新鮮でめちゃくちゃ勉強になりました。よかったでございます。まあ普段どういうトレーニングしているか聞いてたかな、じゃない感じでっていうのも、うん、そもそもあって、うん、まであった、うん、めちゃくちゃ勉強になりました。よかったでございます。ぜひ真央さんのねインスタグラムとかもチェックしてみてください。してください。オンラインサロンもやっておりますので、うん、ぜひ皆さん、ぜひぜひ。というわけで私たちは今からメキシコ料理ブリトーを食べて映画を見に行きたいと思います。ということでまたお次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。